使って用いていいいいきたいと思います20周年の時にウェイン先生が予言的な宣言をしたんですね、このことを言っていました。神の油注ぎは1人のためではなく、1つの目的のためである、与えられた枠のうちに忠実でいなさいというふうに言っていました。今私たちのの今この時 21周年記念をこの間本当にお祝いしましたけれどもその中にある今,に今もいる一人一人があってこそこの21年があったわけです本当にたくさんのボランティアの方があるから今この瞬間があるわけです今どんな人生を歩んできたとしても今どんな時にいる,かと,しいるとしてもイエスさんも知ってても知らなくても この,時この場に来たらイエス様に出会うことそれが目的なんですねそれのためにはたくさんの何百人ものボランティアの協力があってこそできるんですどこに車を止めたらいいかという案内をする人もまたその奉仕の人そしてグリーターの人たち集法を渡していますねそしてテントを立てている人たち 私たちのいエルロイさん、67歳なんですが、見てください、あの大きなスレッジハンマーでこれを立ててるわけです。で、隣にフランクさんがあの人にやってもらおうっていうふうに見てます見てるわけですね。フランクさんも素晴らしい働きをしています。皆さん このリーバイツの人たちがテントを設置してそして下げてくれなければ私たちはここで礼拝を持つことができないですたくさんの人たちがこのもう本当に何百人ものボランティアの人たちがイエス様のためにすべて最大限を尽くしているからこそ今このように礼拝ができるんですね本当に感謝のことです感謝いたしますこの教会で使えることができること本当に喜んでいます 私たちのこの、えー、ゴッドタッグですね、これに抱えている今週は今週は、えー、参加するということについての聖句、えー、を覚えていきたいと思います。第1コリントの12章4節から6節今までは1節だったんですけど、今回は3節です、えー。これをぜひ皆さんで覚えていきたいと思います。ででは一緒に読んでいきましょう さて、御霊の賜物にはいろいろな種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、種は同じ種です。働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての人の中で、すべての働きをなさる同じ神です。隣の人に言ってください。神様、あなたの中で働いておられるよ。 そうなんです今あなたの中で働いておられそしてあなたを通して働いておられるんです私たちが神様の計画に参加していくと私たちの周りの人たちとともに今まで以上に神様の計画に踏み込むことができるんですね私たちの シンジーさんと話しているうちに私は神様がどういうふうに私たちのあるべきところを考えていくかっていう考えたんですね、シンジーさんと私の妻と話しているうちにその後半を神様に与えられているんだなということを感じたんですね、ですから協力して一緒にメッセージをしたいと思っていますこのようにみんな一人一人が与えられている飯があり、賜物があるんですね、それをみんなで本当に神様と共に歩んでいきたいと思います。 それでは第一歴代史の中の話ダビデがソロモンに次の世代に語っているところですね第一歴代史の29章3節5節6節8節9節読んでいきたいと思います皆さんペンを持ってノートに書き込んでいきたいと思いますダビデがすべてのイスラエルの民を 読みましたねリーダーからえ普通のえ人たちた一般の民みんな集めてそしてし神様のために神殿を建てようという話をしていますその神殿を建てるためにはみんなの協力が必要でしたえ今まではえたくさんのえこの神殿を建てるための働き人を求めてきましたすると え読んでいきますその上私は私の神の宮を喜ぶあまり聖なる宮のために私が用意したすべてのものに加えて私の宝としていた金銀を私の神の宮のために捧げたこれも民にとってはびっくりなんですなぜかというと王様というのは自分自身の宝を捧げるなんてことはしませんなぜかというとその国の中で一番、えー、あらゆるものを、えー、持っているべき人だからなんですね ダビデは、うん、よくやった自分よくやったよって言いたいからこれを言ってたんでしょうかそうじゃないですね神様に捧げるというのは自分自身のものも捧げなければならないというふうに分かっていたからですこの国の蓄えではなくて自分自身の蓄えも神様に捧げるこれはダビデが自分が言うだけではなくて実際に行う その先を立つ模範となるリーダーになるために行っていたんです。で私たちが聞いている時、そしてこの民も、えまあそう王様はそうは言うけど、でも王様は何してるのっていうふうに思っていたかもしれません。ダビデは本当に自分自身のものを捧げました。そしてさらに、ご説にはこのように書かれています。そこで今日、 誰か自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げるものはないだろうか自ら進んでという言葉を、えー、アンダーラインしてほしいと思いますこれはいつも使う言葉ではないと思うんですけれどもこの主に捧げるというのは性別するということですね誰がすべ、えー、てを、えー、込み込みで捧げる 人なのかとといいうことを聞いてるわけですね誰が両足でこの計画に入るのかどんなに大変になっても諦めない人は誰か一緒に協力して進めていける人は誰かって言ってるわけですねもし誰かがこのお金について金銭的なことについて語ってる時に「ああもう聞きたくないもうあの捧げる」ってもうの。 この牧師先生は私がどんだけ頑張って仕事してるか知らないんだ。もう今どんなに経済的に大変なのかわからないんだって私も思ってたんです。ですが今思うとイエス様があなたの宝のあるところがあなたの心のあるところだというふうに書いてあるそのことについて私は気づいたんですね。それは やらなければならないことではなくて神様がそれを用いてなさろうとしていることへの招待状なんです。ですからダビデがこの質問をしているのはダビデが答えられることではなくてその聞かれている民一人一人私たち一人一人が答えるべき質問をされているわけなんです。自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げるものはないだろうか。これは 語りかけなんですね招きなんです神様が私たちにこの招いておられるんです私の心はえ、皆さんがこのイスラエルの民が答えたように答えることですそれでは読んでいきますすると一族の長たちイスラエル各部族の長たち千人体百人隊の長たち王の仕事の国家理長たちは自ら進んで 宝石を持っている者はこれを王の宮の宝物蔵に捧げゲルション人のエヒエルの手に裂したこれは自ら進んで神様の行おうとしているこの計画に乗ったわけですね捧げたわけです。これは実際に 捧げる金額やものではなくてその捧げることこの行為によって私たちの心が変えられることこれが一番大切なことなんです。私たちですねあのあ、うん、考えというふうに言うっていうことは。 えー、まああんまり乗り気じゃないっていう、えー、そういう場合が今の現代でありますよねでもこの聖書箇所の中のこのイスラエルの民というのは言われたあとすぐにもう心から自ら進んで捧げたわけです続きを読みますこうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ彼らは全く心を持ち自ら進んで主に捧げたからであるダビデ王もまた大いに喜んだ これは素晴らししいいですね私は思い出しますね私思出ま新約聖書の中に「喜んで捧げるものになりなさい」と書いてある箇所がありますがああやらなきゃいけないからさ捧げるかっていうことではなくてこのを捧げることによって神様のなさろうとしていることのその素晴らしさに期待して自ら進んで喜んで捧げているわけです。 これはですね神が与えられたアイデンティティとイエス様による許しの保証それを一緒にすると霊に動かされた寛大さが与えられるわけです私たちのアイデンティティは神様にあってそして私たちの生活の保証い命の保証はイエス様の 許しによりそしてそれによって生まれるのはその精霊によってうかされる寛大さそれによって私たちはどんどん捧げることができるんですねえ皆さんに正直になりますが私はいつも寛大ではありません特に食べ物に関しては私は寛大になりにくいんです覚えてますか私があの父の日のあたりにですね私のチーズの話をしたと思うんですけど 私はワシントン州に友達がいるんですがこのワシントン州立大学が作っているクーガーゴールドチーズっていうとっても美味しいチェダーチーズがあるんですこの美味しいチーズをですね、送ってくれたんですでそれを置いておけば置いておくほど熟して美味しくなるわけですで本当にそのチーズの美味しい熟成した味が味わえるということでえずっと冷蔵庫の中で保管していたんです でメッセージをその時考えていたらうちの長男と私の大好きな奥さんが写真を送ってきたんですよ。それはね何してるのって書いたんです。そ,そしておお食べてる写真を送ってきて家族がチーズより大事でしょっていう風に送ってきたんです私のチーズを食べてるわけです。 で私は一生懸命チーズを熟させていたのに、なのにチーズを食べられてしまった、信じられないと思ったんですけど、私がその時に準備していたメッセージ、三国の安らぎ、満足感、あるものを喜び、分け与え、神様に感謝する、それをまさに書いていたところだったんです。ああ、神様いつも私がただ、 頭からただ適当に話すそんなことはさせない私の家族を用いてもう本当に私の人生にこの私の話そうとしていることを刻み込んでくださるんですねで神様が、まあ、持ってるものを喜んで感謝してるのか、うん、そうでもないかな分けてるかそうでもないなよろ感謝してるか、うん、そうでもないなと思った時に私は本当にその 周りと分かち合って分け与えてそして神様にそれを喜んで感謝するっていうことは大切なことなんだというふうに知ってましたで私は今チーズの話をしていますですがこれは神殿を建てるのと同じことなんですその神のた,めのために神様を賛美する場を作るこれはみんな一人一人がその神殿を作るために 神様に祈りそして賛美し自分たちの持てるものを喜びを持って捧げたんですそして第一歴代史の29章14節から17節にダビデがこのように神様に祈っていますまことに私は何者なのでしょう私の民は何者なのでしょうここは神様に与えられたアイデンティティについて考えていますこのように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても すべてはあなたから出たのであり私たちは見てから出たものをあなたに捧げたにすぎませんこれはですね神様は私たちは本当に不安な中に生きていますで毎日が不安な人たくさんいると思いますですが私たちはイエス様の許しによって本当に保証を与えられているんですそれをしっかりと思い出していきましょう 私たちはその許しを良いことをすることによって得ることができるでしょうか違いますよねイエス様が私たちにそのイエス様の許し十字架に,にして死んだことによってその許しを与えてくださったんですイエス様がしてくださったことのために私たちはこの世の中で一番保証されている人たちなんです私たちはアイデンティティを与え,て与えられ保証を与えられているんです 私たちがしたことによって私たちは愛されてるんではないんです私たちは本当に作られて本当に愛されてそして私たちのために死んでくださり私たちを許しその保証を与えてくださったんですそれに合わさることによって私たちは寛大さが与えられるんです私たちの心の中に精霊が働いてそして動かされて 寛大さが与えられそれで周りの人にその喜びを分け与えることによって私たちは平安が与えられるんですね私は神様に許された神様の子供だそれによって私たちは周りの人にその愛を分け与えてその平安を得ることができるんです続きを読んでいきますすべての父祖たちのようにあなたの前では異国人であり異流しているものです 地上での私たちの日々は影のようなもので望みもありません。私たちの神、主よ、ここに書かれているのは480年のイスラエルの民のさまよいのことなんですね。480年、その初、ま、めにはまず出エジプト期でエジプトから救い出され、そして2回も10回を与えられ、そしてサウローにダビデは追われ、そして、 神様が与えてくださったその約束の地を守るため、得るために敵と戦い、そしてその場所をやっとそこの平安が与えられることができたんです。神様はその場を選んでくださり、そして性別してくださり、480年後に、 その部屋が与えられその場で神殿を建てるという特権を与えられたんでそういう世代だったんですねやっとこの時私たちの神様のために永遠に残るものを建てることができるそんな機会が与えられてそして神様のもとでみんなで賛美することができる見えますか皆さんこれは今の私たちの歩んでいるこのニューホープのこのストーリーとそっくりですよね 今までニューホープも21年間たくさんの人たちがこの神様のもとで働いてきましたそしてさまざまな場所で礼拝をしてきましたそしてついにこの地が選ばれそしてこの私たちが今ここにいる私たちが選ばれそして神様と共に賛美できるこの時この今この時この素晴らしい特権を皆さん分かりますでしょうか この地、神様が小さなことに忠実だったらたくさんのものを与えてくださるというふうに神様は言ってくださっている。見てください、皆さんがたくさんの人たちの心をに触れることができる。本当に神様にこの機会を感謝したいと思います。今までの長いニューホープの歴史、この中で私たちはこの地で、この場所で、 神殿を建てるこの素晴らしい機会を感謝していますそして続きを読んでいきたいと思いますあなたの聖なる皆のために 家をお立てしようと私たちが用意をしたこれらすべてのおびたたしいものはあなたの見てから出たものでありすべてはあなたのものです。私の神あなたは心を食べされる方ですぐなことを愛されるのを私は知っています。私はすぐな心でこれらすべてを自ら進んで捧げました。今ここにいるあなたの民が自ら進んであなたに捧げるのを私は喜びのうちに見ました。ここで質問です。 私は喜んで全てを捧げているでしょうかそれとも自分の持っているものを蓄えているだけでしょうか皆さんはいかがでしょうか皆さん私の、ね、チーズの話をした時に皆さんの中でああうちの牧師先生はチーズ不足なんだなってかわいそうに思ってくれた方がいらっしゃったんです、ね、皆さんがですね このクーガーゴールドチーズ、チェダーチーズをですね、くれたんですよ。皆さんそれぞれオーダーしたりとか、ワシントン州に住んでる友人がいたりとかして、なんと5個もくれたんです。皆さん、本当に感謝です。私のために、もう私のために、本当に愛してくださって、本当に感謝です。5缶もチーズくれて。ですからね、私は、これを冷蔵庫の後ろに誰にも見えないように、 しっかりと熟成させるために、この野菜の後ろに隠したわけですで。私たちの子供たちはですね、あの、緑のものなんか見ませんから。ですから、その野菜の一番後ろに入れるのが一番いいって私は分かってたんですねで。私の妻のシンディが、ジョン、そのチーズどうするのって聞いてきたんですね。で、精霊様がね、語ってるように感じたんですよ。皆さん人生の中ではどうですか の精霊様と奥さんの声がすごいそっくりだなっていう時ってありませんかねもうこの時私はこの精霊に語られたように感じたんですそのたくさんのチーズどうするつもりなのとえー、っとですね私は考えてる今これからの5年間のうちに1年に1缶ずつ開けてそうすると5年後にはもう私の人生の中で一番美味しいチェダーチーズが食べられるんじゃないかっていうそんなプランをしていたわけです なのに、私は精霊に語られたんですね。最初の缶はどうだったの誰かがくれたんでしょ自分で得たものじゃないよね。で、それを家族と一緒に食べた時は嬉しかったうーん、家族が美味しいっていうふうに言ってるのはすっごく嬉しかった。じゃあ、5缶もらってそれどうするのそれをうん熟成させようかな。そうじゃないです。あなたが本当に喜んで、あなたの本当に大好きな最大のものを どうぞ周りの人と分け与えてさらにその喜びを感じ,感じたらいいと思うよというふうにその精霊様に語られて私はその通りだなと思ったので皆さん外に行く時私のゴールドゴーーゴールドチーズを切って皆さんに食べてい,きた,い,といただきたいと思うんです皆さんに食べていただきたいです私に拍手し,てくしないでくださいもうこれはですね皆さんがくださったものなんです 神様が皆さんを通して私を祝福してくださり、そして私もまた皆さんを通して、神様が私を通してし皆さんを祝福することができる、本当に感謝です。皆さんぜひ食べてください。それを食べたらですね、皆さんもこの祈りを一緒にしてください。神様、私が捧げられる最大限のものは何でしょうか 誰かに与えることができること、私に与えられあなたが与えてくださったもので、私が分け与えられるものは何ですかどうぞ、皆さん、この祈りを祈ってください。1つの缶であっても、5つの缶であっても、500缶があっても、このチーズ、すべては神様から来たのです。どんな素晴らしいたまものも、どんな能力も、全部神様から来たのです。まあ、あなたが話しているのはチーズの話だけど、 私はすごい仕事をしてもう2つも仕事をしてもう本当に経済的にも大変だし大変なんだよっていう人もいるかもしれませんですが皆さんの手は誰が与えてくださったんですか皆さんの考えることのできるその脳そして皆さんのその仕事その皆さんの教育すべて誰が与えてくださったのかそれをずっとたどっていくと素晴らしい寛大な神様が与えてくれたんじゃありませんでしたか ですから神様が与えてくださったものは神様にお返ししましょう。デアビデはそう言ってるんです。どちらにしても全て私たちの与えられたものは神様のものですというふうに言ってるんです。それは真実です。今この場で神様がしてくださってることをそのほんのに寛大さこれは私たちの姉妹エミーさんこの方が一番人生彼女の人生をもって 体現してくださっていると思います。彼女は病院に行って辞める人たちのお見舞いをしてきました。私はいつもここでエミさんと話して、いつもイエス様とどのように語ったか、そしてイエス様と新しく出会った人たちの話とか、たくさんの話をしてくださいました。たくさんの時間を病院で過ごした人でしたが、 彼女自身が病に倒は今、は癌と闘っていますが私はそのことを今え感謝したいと思います。391から56までそのがん細胞が減ったんです。感謝のことですね。皆さん、その値がゼロになるまで一緒に祈ってください。 神様が彼女を癒してくださると本当に信じて一緒に祈りましょう今、肝セラピーを通っていますので大学の、えー、教会に来ることはできませんがですが私たちの今行っていることすべてに彼女は関わっていますこの間会いに行ったんですけれども、えー、彼女も一緒にドッグタグを見ながら一緒に。 御、えー、言葉を覚えていますそして、えー、毎週末、えー、礼拝を見てくださっています、えー、今も見てると思いますエミさんありがとうございます本当に感謝です、えー、彼女の部屋には祈りの壁があってそこに祈るべき人のもの 事柄だったたりりとか人とかか人名前がたくさん書いててありますそして彼女が私に言ったんですねあ、私は悔い改めなければならないことがあるわと言ったんです。え一体エミーさんが何を悔い改めると言うんだろうと思ったんですが、えー、私たちのジャーナルの中で、ハガイの一章に書かれている皆さんの家はこんなに美しくたくさんのものがあるのに、神の家はどうしてこんなにボロボロなのかというような、えー、ことが書いてある。 えー、その部分を読んでエミさんは本当に心が打たれたと言ってるんです神様の宮そして神様の御心それを第一にすると自分自身の歩むべきところが分かってくるというようなことが書いてありましたがエミさんは私は本当にそれに心を打たれたのよというふうに言ったんですね彼女はガンと戦っているというのにどうして神様を第一に しないというそんなようなことを思うのかと思ったんですがえ彼女はえ彼女のジャーナルをシェアしてくれました読んでいきたいと思います私はニューホープのお花と私たちの中で行ってくださっていること全てを愛しています私たちのリーダーシップは自分たちだけではできませんみんなでやらなければなりません 私の心はたけました。リバイバルはどこからから始まらなければならない。私からです。誰の宮を建てているのか、私の人生の優先順位はどうあるべきなのか、破壊は神が第一だと思い出させてくれた。建築計画に携わることが私の信仰を通して神様が第一だと示す方法の一つです。私の優先順位は神のために働くこと、教えること、聖書の学び、福音を伝えること、神様に忠実であること。 主よ、今日私は心を変えます。聖霊様、思いやかさせてください。感謝します。私は主を賛美し、有名するために存在しているのに、数年間そう言ってきたのに、日々に追われすぎてそれを話すことそしてそれを生きることをやめてしまいました。ハガイ一生は私のターニングポイントです。神は私全てを備えてくださいます。ハガイは全てのことについて、神を第一に置くことを教えてくれました。 10月の15日、16日のコミットメント週末に、エミー様はこの教会に来ることはできません。ですが、私にチェックを渡してくださいました。今、ここに来ることもできないんです。一緒にこの部屋に入って、そして一緒に賛美することもできないんです。でも、神様を第一に置くこと。 それを本当にハガイに教えられ、そして神様に語られ、それを生きようとして、この教会、この教会の将来のために捧げることを選んでるんです。私はこうやってチーズの話をしている間に、エミさんはガンと戦いながら、この神様の,絵の,そのを大地に置くということを行っている。皆さん、神様に与えられた皆さんのアイデンティティは、 それによって与えられる保証、それによって与える寛大さで皆さんは神様に捧げることはできるでしょうか神様の行ってくださること与えてくださることは私たちの理解を超えるものですエミさんはそれをよく分かっています本当に喜びを持って神様に大きく期待して捧げているんです私たちも同じ喜びを感じたいと思います え今この21世紀のこの現実の中でどのようにそれを歩んでいったらいいのか私の妻シンディバージェスが語っていきますおはようございます私はですねあの私の旦那さんほどチーズは好きじゃないんですけどでもあの時食べたチーズは本当に美味しかったですだから皆さん、えー、本当に美味しいですねありがとうねチーズシェアしてくれて 今日読んでいるこのダビデの心私は本当に素晴らしいなと思うんです神の御言葉はいつも生きていますね今も生きているんですそして私たちに常に教えてくださるだからダビデのその生き方を見ると私たちがどのように生きていくべきかわかりますね王としてどのように生きたのかそして神様に仕えるものとしてどのように生きたのか ででは読んでいきましょう第一歴代史29章20節そしてダビデは全集団に向かってあなた方の神主を褒めたたえなさいと言ったすると全集団は父祖の神主を褒めたたえ跪まいて主と王とを礼拝したこれはこの国の王様を本当の王様に向かってひざまいて礼拝しているところなんです。 私は皆さんにこの民の皆さんにするべきだと言っていることを私自身も行うと言ってダビデは一緒に民と一緒になって神様を礼拝したんです。その神様に与えられたアイデンティティと保障によって生きるそれは毎日の生活の中でどういうふうにしていったらいいのか。 それを皆さんに、えー、紹介していきたいと思いますそれを紹介する中で、えー、R-E-I-G-N、e、というこ言葉を使って覚えていきたいと思います レインというのは収、えー、める、滑るという意味がありますが私たちのこの毎日の生活の中で私たち自身が自分たちの人生を滑るのではなくて神様に本当に収めていただきたいという願いを込めて覚えていきたいと思いますまず最初が自分が誰であるか誰に属しているのかを思い出す Remember who you are の R ですね私たちのこの壊れた世の中で生きている時に自分が誰なのか ということが忘れてしまいがちですねですが御言葉には私たちが王の息子であり娘であるということが書かれていますそして私たちは本当につくよく作られているとそして私たちは頭でありおっぽではないことそして私たちは神様の身に姿に作られているということそして私たちは 目的があって目的を持って目的のために作られているということそして偶然ではない失敗ではないどんな生まれ方をした人でもどんな歴史のある人でも神様がしっかりとあなたに計画を持って生まれてきているということですその作り主によって皆さん一人一人が作られてきているんですいいですか皆さん素晴らしいダイヤモンドを えぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃなペーパーバッグに入れて捨てたとしてもダイヤモンドの価値はいかがですかダイヤモンドはもちろん大事に扱われていないし捨てられてしまったでもダイヤモンドの価値は変わらないそれと一緒に同じように皆さんにも変わらない価値があるんです絶対に揺るがない絶対に取り除くことはできない 脱ぐことができない。皆さんには変わらない価値、アイデンティティがあるんです。それは神様によって与えているもの。皆さんの中で、えー、仕事だったりとか、えー、リレーションシップ、えー、人間関係の変,更変化だったりとか、そういうことがあったとしても、あんた自身の価値は決して変わることがない。これはなぜ覚えておくのが大切なのか。それは忘れてしまうのが簡単だからです。 神様のためが、民が歩んでいる中で何かがあると、祭壇を建てますよね。これは将来、子どもや孫が、え、これは何のために建っているのこの祭壇は何というふうに聞いたときに、ここで神様が私たちに出会ってくださったんだよということを言うことができる。神様は私たちを 養ってください私たちに備えてくださり与えてくださるここで会ってくださる今この時祭壇を立てるべき瞬間なんです私たちは長い間その捨てられたダイヤモンドのように私たちは悪魔や敵に攻撃され続けてそして自分のダイデンティティが分からなくなってしまった人がいると思います今 神様に語っていただきましょう皆さんは神の御国に属するべき人たちなんです。皆さんは神様の息子、娘。皆さんはあなた,をああなたは、えー、神様に本当に愛されている存在なんです。それを本当に思い出してください。2つ目は、えー、運動ですね。エクササイズ。いいですねえー、なんだって運動 もう彼女は本当運動が好きらしいからねもう合わないと思ってたんだよなんて言う人もいるかもしれません。ですが私たちは、霊とそして、えー、精神と体でできているわけですね。ですから体を大切な私たちの存在の一部なんです。 1> 第1コリントの6章、19節、20節、読んでいきましょう。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。これはですね、パウロが、えー、そのイスラエルのために話しているわけですね、パウロが、えー、教会に話しているわけです。教会 の人たちがこの世と同じように性的な乱れがあったりとかそういう普通の生活をしていてそこでパオロが「皆さん教会の民は神様の民私たちはこの体が聖霊の宮なんですからしっかりと神様がうちに住んでいることを思い出して体を大切にしなければなりません」と言っているんですね。 でも私たちもこの体が精霊の宮ですから、どのように大切にするできるでしょうか。ですから、私は運動は私たちの精神だったり、私たち実際に神様と一緒に、神様のために使えるために必要なその体の準備、整えできる、そのソースだと思うんですね、運動。 えー、たくさんの、えー、運動することによって脳に良い刺激がありますがその中で一番すごいのは新しい脳細胞が生まれるってことなんですね、えー、この写真なんですが私がし、えー、走った後なんですけどこの走った時っていうのはしばらく休んでいたんです私は、ね、走るのはあんまり好きじゃないんですねでも走るのが好きな人って私たちは走るために生まれてきたなんていう人いるけど いや、嘘ですよ。それは嘘なんです。でも私は走るのは必要だなって思うんです。なぜかというと、私は5人も息子があるし、もうエネルギーが必要なんです。走って、そしてそのエネルギーを蓄えないと、運動して体を鍛えないと生きていけないんですね。もう3ヶ月ぐらいずっとピザを食べて、えー、うだうだして生活してたんですね。なのので考えてたのが えー、新しいズボンを買うかそれかまた運動するかっていうことを考えた時にやっぱり運動しなきゃって思ったんですそれは本当に価値のあることなんですよ、えー、皆さんですねあの私はあの別にあのム,ムキムキのマッチョになろうなんて思ってないんですそうではなくて神様に与えられたこの体を本当に、えー、考えて自分のために良いことをしていきたいと思うんです え皆さんの中で体を大切にまだしするということを考えていない人ぜひ考えてみてください何か毎日の中で新しいルーティーンを取り入れてみてください私はまるで亀のように走りますでも走るんです価値があるからですもし友達がいるんだったら一緒に走ってみてください絶対に価値がありますよそして次 3つ目は他の人をこのプロセスに招く。i n v i t t h e r s INTO THE PROCESS。I ですね。皆さんは自分自身の孤島ではないんです。まあ、確かに私は自分自身の孤島になるというのは楽だなと思うんですけど、でも私たちの人生というのはコミュニティで歩むべきものなんですね。ですから、このプロセスの中に、 周りの人を一緒に招いていいてきたいと思いますもちろん SNS だったりとかそういう人間関係もありますでもそうではなくて1対1の実際にお互いに人間関係を築いていくことができるようなそのような友人関係を求めていきたいと思います私たちがそのままで愛してく,れくださってそして神様とのもとに導いてくれるそのような人間関係を求めていきたいと思います 私たちの人生の中に語ってくださるようなそんな人を求めていきたいと思います。私はですね最後にただ私の話を聞いて「うん、そうだね」「うん、そうだね」うんあの「思うことを何でもやったらいいと思うよ」なんて言う人そういう人もいてもいいかなって思うんですけどでもそれよりも「うん、そうだね」「大変だね」でも イエス様がいるからイエス様に向かっていこうイエス様に似ていこうっていうふうに言ってくれるような人そういう人を私は本当に心から求めていますもしまだそういう人が人生の中にいないなっていうふうに思う人はぜひお祈りして与えられるように祈ってみてください皆さんの中でその雷のそのつのようになってくれる人をぜひ求めて祈ってみてください 私たちは、私たちはアドバイスが足りなくって、そして、知恵が足りなくって、私たちの道が外れてしまうということが、信玄に書いてありますけれども、ですから、そういう私たちがその死の谷を歩んでいるときとか、もう、 ここからどうやって出ていったか分からないという人もいると思います。だけど、そういう中でも神様に向かっている人たちに助けを求めましょう。そうするとその道が開かれるんです。そこから救い出されることはできるんです。ぜひ周りの本当に神様を愛する人たちに助けを求めてみてください。 スモールグループは素晴らしい方法です。ぜひ、スモールグループ、皆さんにも、えー、本当にぜひ参加するように励ましたいと思います。ここは実際にあなた自身をし知る、そして相手を知り、そしてあなたがいないと寂しい、そんなえ場、本当に、えー、そういう素晴らしい友人関係を築くことができるスモールグループ、ぜひ参加してください。そしてもう一つはプロフェッショナルなカウンセリングですね。 えそのプロフェッショナルカウンセリングって本当に必要な人以外にはもらえないのかな必要ないのかなって思ったんですけど実際は素晴らしいオプションなんですね私も受けてみました本当に大きな助けになったんです今この世を見てください毎日毎日たくさんの情報がありますたくさんの曲がった考えがありますでも神様のもとにまた導いてくれる人たち そういう人たち、求めていきましょう。皆さんの人生は本当に価値のあるものなんです。たくさんの人たちに支えられるべき人生なんですね。皆さん、お互いに支え合っていきましょう。神様に召されていることを行っていけるように一緒に歩んでいきましょう。そして、4つ目、御言葉から学ぶ。Get into the word の G ですね。 御言葉以上に素晴らしいものはありませんイエス様が私たちの模範ですルカの4章この中にイエス様が荒ラの中で40日間断食をして神様を求めていた時この時に悪魔が40日間イエス様を試していた試みていたんですね 私はですね、試されているときというのは、お腹いっぱいだといいなって思うんです。で皆さんの中でもああ、今お腹空いてるんだけどなんて言う人がいるかもしれません。イエス様は本当にお腹空がいている中、断食している中で、悪魔に試されたんですね。え3つのことを言います、えまずえ2つのことは同じことを言っていますが、もしあなたが神の,神の子ならば、 ていますそして2つ目は私に向かって、えー、ひざまずき礼拝するならばというふうに悪魔は言っていますね最初の2つはアイデンティティの質問そして2つ目は保証神様による保証もしお前が神の子だったら何でも好きなことができるんじゃないかっていうふうに言ってるんです2つ目はお前が私にひざまずいて礼拝するならばっていうふうに言ってるわけですねこれは今え こんな人たちのために十字架なんかかからなくてもいいよ。お前は神の子なんだろう。その栄光はもうあるじゃないか。もう今受け取ることができるのに。というふうに悪魔は言ってるわけなんですね。でもイエス様は知ってるんです。十字架にかかること、それがイエス様の召しだったわけです。皆さんの人生の中でもありますよね。そのように悪魔が語ってくることありますよね。ですが、聖書には書かれています。しっかりと見,方見言葉の上に立って、 お前は一体自分が誰だと思ってるのかんそんなことできるような能力なんかないじゃないか才能なんかないんだから夢なんか忘れてしまえ悪魔が攻撃してきても私は素晴らしく作られている確かに間違えてしまうこともあるけどでも新しくされたんだ御言葉にはこう書かれている御言葉に立つ人になるべきだと神様は 私たちに全ての人生の部分に勝利を与えようとねしてくださっているんです。それによって、私たちは御言葉を通してその勝利を得ることはできるんです。いいですか？皆さん御言葉というのは生きているんです。真実と、そして嘘を本当に分けている分けてくれるそういうものなんですね。 もしこのことを初めて聞いた方、これは皆さん、今からでも遅くないんですよ。ぜひ、今からでも一緒に成長していきたいと思います。私たちは祈って、そして、にこ言葉によって私たちは成長していきたいというふうに願っているんです。皆さん、何のことを祈るかというテキストメッセージをもらうことができるんですね。皆さんぜひ 見言葉に根差していいきたいと思います私たちがキリストの中で成熟していくというのはその問題が終わっていくということではなくてその問題の中で成長していくということなんですね。 私も、えー、若い時にもアイデンティティの問題ありましたけど今でもあるんですでもそれが形を変えているわけですね皆さんもそうじゃないでしょうかイエス様もずっとこ人間としての人生を歩んでいる間にアイデンティティについて考えていたと思いますこの建築計画の中で私は捧げていきたいなというふうに願っていたんですがそのためには行わなければならなかったことがあったんです それはもっと小さい家に引っ越すことそれによって私たちはすごく小さい家に引っ越したんですね。でその家の中で、えー、私はペンキを塗ってたんですね。私の旦那さんはチーズを食べるのが好きで私はペンキを塗るのが好きなわけです。で綺麗にしてたんです。で私は 壁を塗ってるときにこれ何してるんだろうなこれは大変なもうたくさんもうちょっと働きすぎかなどうしてひどこに物を置けばいいんだろうなんて言って不安になってたんですでも神様が私の心に平安を与えてくださりそしてこう聞いてくださったんですね「お前は質問を間違ってるよ私のために全てを捧げるというのはどういうことなのか」 そしてお前とその家族が成功に導かれるためには何をすればいいのかそういうことを祈りなさいというふうに語られたんですね私はもちろん快適さが大好きです私はもうジャージを着てダークチョコレートを食べながらネットフリックスゴロゴロしながら見るもうそれ大好きですよでもその快適さそれを求めているのではだめなんです 神様を求めるべき王で、王の王、主の主の神様を求め、神様の行くところに私たちもついていくべきなんですね。そして最後、ダメということですね。ノーの N です。ダメというのは、はいという人、ですたくさんいると思いますが、イエスマンにはな,りならないように、ノーというべきものにノーと言いましょう。権利だったりとか。 自分が神様,神様のためにしようとしていることを周りに恥ずかしいなって思うことそれにもノーと言わなければなりません皆さんの人生の中で神様に捧げそしてノーと言うべきものそれは何なのかもう一度思い返していきましょうもう自分のために働くのをやめよう 自分一人で一生懸命働くのはやめようそういうものに脳を言っていきましょう皆さんの心の中に不安があったりするそこをどうぞ神様に委ねてみてください。